子供プロダクションチャンネルでございます。どうもこんにちは。これ一冬履いた、トリッカーズなんですが、もうローファーの季節になりましたんでね、もうこれ保管しますので、保管前のケアやっていきたいと思います。まずはシューレース外してシュー釣り入れていきます。このシューレースはまだ使えそうですね。それでは馬毛のブラシでホコリを落としていきたいと思います。これ今動画なんで部屋の中で、ホコリ、馬毛のブラシでホコリを落としてますが、普段は玄関の外でやってます。家の中で外のホコリ落としたら、掃除もしなきゃならないし、だから普段は外でやってます。あとこういうところ、ここ書き出しです。馬毛のブラシでホコリ落としました。通常そこから古いクリーム落としたりワックス落としたりするんですが、私は固く絞った雑巾で拭きます。これ水分も少し皮に入れてもいいんですよね。油分だけが大切なわけじゃないんで。コバも拭いてきます。これもうしまいますんで、靴底ここも拭きます。拭く前に小石とかそういうの省いてブラシしてますけどね。はい、雑巾拭き終わりました。そこから古いクリームをリグロインで落としていきます。前の方ワックス結構塗ってるんで、それは脱脂綿使って落とします。大体頑固なワックスは取れましたんで、あとはこういう使い古した寝る生地なんかでもいいと思います。はい、古いワックスとクリームを取り除きました。それなのにこの辺がちょっと色をこうなってたり、ちょっと濃い色があったりするのは、ここはアセトンで色を落としたり、アルコール染料でちょっと遊んで色入れてるからです。でここからなんですが、トリッカーズこのカントリーブーツは非常に革が厚くて硬いということで、このホホバオイル配合のナッパ、これ水分と油分と補えるクリームなんですが、これをたっぷり塗ったらいいと思います。長期保管なんで、こういう感じで塗っていきます。先ほども言いましたが、油分だけじゃなくて水分も大切なんですよね、皮って。カビ生やしちゃったらいけないんですけどね、保管場所は気をつけなきゃならないですけど、何もこういうケアしないで保管しとくと、カラッカラにカッチカチになってるんですよね、皮が。ひび割れの原因になりますからね。このナッパって割と皮の浸透早いんですけど、ちょっと多めに塗ってるんで
なかなか入りませんけど、まあ、ほっとくと入っていきますんで、これモイスチャークリームみたいな感じなんですかね。モイスチャージェルみたいな。もうみるみる皮がしっとりしていきます。ただいまこのナッパをたっぷりと皮全体に与えました。これで水分と油分が皮の中に入りましたので、まあ、乾燥してこう硬くなることが防げると思います。まあ、皮がこう乾きましたら十分浸透したということになりますので、まあ、ナチュラルのカラーでも、まあ、保管ですからね、まあ、こういった近いカラーでも、まあ、塗ったらいいと思います。まあ、今回は同系色の色を塗っていきたいと思います。まあ、ここから上はまあ、ズボンにクリームが色移りしないように私はいつもニュートラルのカラーを使っています。これですね、ニュートラル。まあ、イメージとしてはナッパで保湿をして、でこれでクリームで油膜を貼るっていう感じですかね。はい、クリームが塗り終わりましたんで、これからブラシを、ブタ毛のブラシ、これでゴシゴシやっていきたいと思います。これシワがある部分はシワに沿ってやったらいいですよね。こんな感じです。こういう飾り穴の部分にはクリーム溜まりやすいんで、これを入れてかき出す感じで、はい、ブラシかけ終わりましたんで、皮に入りきらなかったクリームを拭き取っていきたいと思います。まあ、こういう使い古しの布でいいと思います。面を変えて拭き取ります。はい、入りきらなかったクリーム拭き取りました。まあ、ここまででもいいんですが、次保管してる靴を出した時に気持ちが上がるように、ここの小鼻なんかも塗っといたらいいですよね。はい、これまあ便利で、ブートブラック、まあ、コバインクなんですけど、これ匂い臭いんですよね。靴履くときにまあかがんで履くじゃないですか、こう結ぶっていうか、その時になんか洗濯物の生乾きみたいな匂いするなと思って不快な気持ちになったんですよ。で、匂いの元を辿ってやったらコバインクだったんですよね。これ乾くときにひどい匂いするんですよ。でもしょうがないんで、まあ、時間経てば取れますんでね。やばい、指についちゃいました。やっぱこれ臭いですね。なるべく手につかないように濡れたらいいんですけど、ちなみにこれカラーはライトブラウンです。インクも塗り終わりました。はい、シューレースも入れて、まあ綺麗になったと思います。まあ、結構小刃の部分も綺麗になりましたし、こうしまっといて保管しといてこう
また履こうかなって季節になった時に結構おおやっぱかっこいいなってなりますよね。この感じ、まあ、トリッカーズは基本カントリーブーツなんでドレスシューズみたいな感じのなんていうのかなピカピカな感じよりも、まあ、ちょっと当たりが出てる感じなんていうのかなある程度エイジングされたものをしっかりメンテナンスしてるっていう感じが私はかっこいいと思ってます。まあ、しっかり保管前のメンテナンスもできたんでこれから棚に入れていきたいと思います。それではまた後ほど、さようなら。